どうも、としばじチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは、早瀬の身の回りで起きた事件簿。いやね、普通に生きていたら、こんな事件簿っていうような事件なんて起きやしないですよ。金田一少年ぐらいですよ、事件簿。ただ僕、金田一少年レベルで、身の回りで事件が起きてしまっているんですよ。だいぶ特殊な体質の持ち主。ただ、私は金田一の、まあ、孫でもないので、解決せず、そのまま暮らすっていうことしかできてないんですけど。事件は受け入れて、生活していると。受け入れるしかないんですよ。どんなことが起きたかなんですけれども、はい。最初にね、18になって、出てきまして、最初に暮らした場所なんですけれども、そこっていうのが、風呂なくって、トイレが共用。横並びになってるんですよ、2階でね。1階に管理人さん。で、101、102、103。僕、102だったんですよ、住んでるのがね。挟まれてる状態ですよね。まあまあ、結構安いアパートがたまにあるね。そうなんですよ。そこ、僕、3ヶ月で追い出されてるんですよ。うん。というのも、ここ、筒持たせの現場として使われてたんですよ。現場として使われてた？使われてた。うんうん、ほんま毎晩とは言わんけれども1週間に 2,3 回ぐらいですよ、こういうぐらいの、まあかなりの頻度で、なんか夜中にね酔っ払ってる女性と男性の声聞こえるのよ、でここだよって言って女の人が、で住んでんのは女じゃないのよ、いつも男なのよ。ああ、ちょっと怖もってるのね。普段は住んでんのね。そう、おかしいなと思ってて初日からね、まあ確かに。でここだよって言って、早く上がってきてって急なのよ、結構ね、気をつけてね、手ついて、手すりないからここつって、だから階段をね手でこうやって持ってトン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 と四つん這いになって登ってくのよ、急だから。もうそんな急なの？しかも電気もね弱いのよ。あんまなくね、そんな。いや急急ほんまに急で、電気ももう弱いんで、上にしかついてないのよ。だからあんま寺さんからこうトン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 と登っていくのよ。かなりじゃあ怖いね、うん、怖いですよ登る時で。まあ酔っ払ってて2人ね、男性と女性ですよ、登っていって、テンション高いんですよ常にね、でまあ入るわけですよ、自分の隣、103に入るわけですよ、奥の角部屋に入るわけですよ、スッと入っていって、ほん でここシャワーないけど大丈夫とかって聞こえんのよ。そんなもう丸聞こえなの？いや薄い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 、ウェハースだったかな壁薄々で。ほとんど、その、筒抜けなんだ。全部会話が。ほんまに聞こえるっていう。そうそうなのよ。で、なんかもう聞こえんのよ。ちょっとやらしい声みたいな。始まる、おっ始まる声。チャプター1が。まあまあ。始まんのよ。始まりそうとか、始まるきっかけぐらいが。きっかけの感じで。で、1枚脱いで、2枚脱いでみたいな話してんのよ。で、うわぁ、な、あれだ。冷やせするタイプだなんて言ってて。まあまあ人によるだろうけど。何カップとかって、ちょっと負けすいような会話聞こえてきて。AV 素人者の会話みたいな。そうドッキドキ。もうこっちは18だから借りでもしないから見たことないから、そんなのもね。ドキドキしてて。壁に耳当ててみたいな。壁に耳当てなくても聞こえるのに上原さん。あ、そうなんだ。その場に行って。そこまでやる必要ないぐらい。そうそうなんですよ。もう僕は座っててずっとね。正座してたかな。したらば、もう始まって、そんな感じの。なんかちょっと喘ぎ声みたいなの聞こえんのよ。うわっと思ったら、ついに。したらですよ、急に、バーン開いて1階がね、入り口のところ。それから、ダッ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 って感じ。慣れてんのよ、もう上がるのに。登ってきた。そうそうそう。ダッ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 つって、ガチャ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 ってやるのよ。103もね、ガチャガチャガチャってやって、帰ってきちゃったって言ってんのよ。でもそれって、ウエハースやからあっちでも聞こえてんのよ、もう。上がってきた男性にも。入ってきちゃった。逃げて逃げてって言うのよ。逃げてちょっとここ2階だから無理だよって言ってんのよ。おい開けろねえらって言ってんのよ。もう開けちゃうねって言って、ガチャッと開けるのよ。そしたら、おいこら誰の店だしのこらららってうわー言うのよ。これが、ヤクザモンとか、V シネとかで見る筒持たせだと思って。超典型的な。典型的なやつ。で、金払えらって言ってんのよ。うわー言ってて。で、いや、もう警察入れてください、警察つって、お前人の前に来たすの、やつだな、おならお前がしょっぴかれるぞ、こらって言ってて、人の家買ってきてあって、俺の家だぞ、こらって言ってんのよ。うわー喧嘩してて、それが、中二さん。だから、その、相手の男は変わって、そう。毎回、同じことが思ってると。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言って、助けてくださいそしてくださいって言って。毎回同じパターンで来てる感じ。毎回同じ感じ。まあ、会話こそ違うけれども、男の文言は多分台本があるのかな。一緒。流れはじゃあ全部一緒。誰の手出しのならーみたいな感じ。
でもチンピラなのよ、もう完全にもう昼間あっても、うんはいはい、挨拶しても全然返してくんないし、うんうん、でそんなんが何回か続いてで3ヶ月目ぐらいですよ、うん、なんかトントンってノックされて、はいはい、ほんで開けたらその何のもんですけどって言われて、うん、あ何でしょうって言ったら引っ越してくれないって言われて、うん、はぁと思うじゃない、うん、こっちはそうね岡山から引っ越してきてさあんまり聞かれることないねそれ3ヶ月目よ管理人でもないのよ、うん、引っ越してくんないって言われて、うん、いやいや僕ちょっと越してきたばっかりでえちょっとお金もないし無理ですって言って、うん、もう3万あるからここはあの家賃3万だろうって言って、うん、1ヶ月分3万やったらもう出てくれるだろういいよなって、うん、いやでも別のとこ探すにも引っ越し代とかもかかるしって言って、うん、いやお前も知ってると思うけどさ商売がうまくいってんだよなって言って、うん、やっぱ筒本さんがうまくいってんですよ、うんうん、だからもうここリフォームしたいんだよって言って、うん、もっとさ広くしたいんだよみたいな増築とかしたいんだよみたいな、はいはいで、だから邪魔なんだよな、みたいなこと言われて。うん、いや、でも、つって、いいじゃん、なあ、おい、いいだろ、おい、つって。いいよな、おい、いいよな、つって。うん、1分後ぐらいかな、うん、もう荷物まとめてた。相当な圧力かけてくるね。うん、めちゃくちゃ怖かった。18ぐらいの時にそれやられたら、ちょっとさすがにきついな。で、若いからさ、うん、3万でどうにかなると思ってた。あの自宅も、もう、なんもならんかったけど。ならんよね。ならんかった。3万だけ儲て、うん、でも、すぐ引っ越してって言われて、うん、引っ越した先がシャープ何回かでやった、あの事故物件なのよ、はいはいはい。なんかね、3万握りしめてたみたいな、うん。そう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 。それがそこにつながるわけよ。うん、だから1件目が結構やばかったのよ。でも、連続でダメなの、うん、そうなんですよ、うん。で、3件目はちょいとお金持ってね、うん、いいとこ越したのよ、実は。チムさんも来たことあるよね、そこはね。あの新宿区の、あの11階建ての、行ったことあるかも。11階建ての11階にね、うん、まあちょっと住まわせていただいてまして、うん、ちょっとその時小金持ちで、うん、で、弟も越してきて2人で暮らしたのよ。そうだね。うん。うん、ね。次男と暮らして、僕長男で暮らしたんですけど、うん、ある日ですよ、僕がね、その時テレビ局行ってて、うん、さ弟からね、なんかすごい急ぎの電話みたいな、何件もかかってきてるんですよ。うん、あ、これな急いでんなと思って、着信が。そう、取って、うん、どうしたのって言ったら、うん、火が上がりおるって言って、うん、11階でって思うじゃない。これ大丈夫かなと思って、え、大丈夫なんて。どういう状況かが分かんないよね。ちょっとくんちゃんって僕呼んだんですけど、うんうん、くんちゃんは大丈夫なんって、怪我してないんって言って、うんうん、いや、してない、してない。でも火が上がりおるんよ。早く帰ってきてって言われて、うん、で、帰ってきたら、消防が来てたの。消防隊。うん、来てて。マンション前にね。そう。うん、何のことこれと思って、うん、もう怖なって、で、くんちゃんに、何があったのって言って、うん。そしたら、僕気づかなかったんですけど、大きな地震があったのよ。あ、その日は。ダラダラダラダーっとね。うん、したら、なんかわからんけど、って、まあ、11階ですよ、うちね。うん、11階だと11階。屋上から、ドーンって音がした。うん、で、そしたら、屋上から火がぐーっと巻いてきて、うん、で、窓ガラス、1階下の窓ガラス割ったっていうのよ。その、火炎の動きが、火の動きが下に来て、で燃えたっていうの。バカーンって割ったみたいな。すげえ爆発だよ、それ。そう。で、家は、バックドラフトみたいな。もうほんまね、うん、家は全然、まあまあ、その窓ガラス割れてくれて燃えたりはしてない。まあ、臭いぐらい。ああ、してはいない、うん。焦げたぐらい。そう。うん、まあ、すぐ窓ガラス入れ直して、うんうん、まあ、よかったんですけど、うん、で、その爆発って何なんそうだね。くんちゃんって言ったら、うん、そこも、実は、事故物件って聞いてたんですよ。11階の11階も。あ、え、その、マンションの自体も11階だってこと？いや、あの、全部。全部が、うん、うん。っていうのも、これ、5階か4階ぐらいに組事務所入ってるんですよ。うんうん。だから、組の役員とかがうろちょろしてるけれども、それでいいなら安くしてあげるって場所だったのよ。確かに、バッティングするもんね。そうなのよ。うん、で、真横に幹部住んでて、僕、11階の角部屋に。うんうん、角部屋に一個横だったんですけど、うん、結構、怒号聞こえんのよ、うん。怖くって、どうしようどうしよう言ってる時の地震のドーンだったのよ。うん、これ何なんって、本当に聞いたら、うん、多分爆発物隠してたんじゃねえかなみたいな、うんまあ、音がすごかったのよっつって、ねうん、何かが燃えたとじゃなくて何かが多分役員かなんかが落ちて、うん、ボーンって言って、まあそうね、うわー燃えて何かが引火して、ね、そうそうで、そうね、その後に、うん、消防隊が来る前に黒服っぽい人がいっぱい来て、うん、その屋上を上がって何か運び出したんですって、うん、でその後に火上がってるとこ？その後に消防隊が来て消したんですって、うんうん、でも屋上にも上がってるんだけれども、うん、何もなんかなかったみたいに帰ってくんですって、火消したら。うんうんうん。えってなって。で、うちにも入ってきて。ね、だって原因し、わかんないそうそう、正体の人もうち入ってきて大丈夫ですかみたいな結論来ても、入って大丈夫ですかって言うんですけど、それ以外何も聞かれないんですって。うん、意味不明。金田一少年よりもすごいね。
まあ、金田一くんならまあそこまでね、うん、あの、うん、自分で行って解決しようってなるけど。そうそうね、で、これ最後なんですけれども、うん、ある制作会社の人にね、うん、あの、いろんな、まあ、現場とか行ったりとかしてるんですけど、はいはい、で、その場所でなんか面白いものあったら教えてくださいねって連絡取ってたのよ。うん、そしたらその人が電話かかってくるんですよ。うん、その人からね、2時ぐらいだったかな。2時ぐらいに電話かかってきて、はいはいはい、もしもし、何ですかって言ったら、目の前で、ちょっと変な人がいるんだけど、うん、お前来ないって言われて、うん、2時よ、うん、電車も使えない、まあね、そうだね、うん、でタクシーだったらそこまで、30分から40分ぐらい、まあまあそこまで離れてはいないんだ、うん、なんですよ、うん、で奥さんにちょっとこういう電話が来て、うん、変な人がいるって言うからタクシー使って行っていいかなって言ったら奥さんが、うん、歩いて行けって言ったんですよ、うん、3時間かかんのよ4時間か。いや、まあまあ、うん、ちょっとね、大変だし、危ないよ、深夜だし。なんでって言ったら、うん、それが当たりかどうか分かんないっつって、うん。その、外れ引く場合もある。まあそうだね。本当にただの。外れにタクシー使うなって言ったんですよ。うん、もしかしたらの場合。だから、歩いて行けって言われて、うん、僕歩いて行ったんですね。まあまあ、まあ、だけれども、その人がじゃあいなくなったら、うん、電話して、いなくなったよって電話してって言ったんですよ。あ、もう意味ないからね。うん、そうそうそう。行っても。うん、で行ったら、うん、とんでもない現場だったんですよ。ちょっとその動画があるので、うん、見ていただきたい。はい。はい。こちらでございます。これはあの、本棚。ちょっとね、そう隙間から。なんていうか、そうそう。隙間から見てるとあんまり見ない映像だけど。そう、なんか振り回してるんですよ。ね、あの、ね、パーカー着た兄ちゃんがダンスしてるみたいな。振り回してるんですよ。酔っ払いとかかなとかって思うんですけど、うん、これ、手に、うん、血のついたナイフ握ってんすよ。ほう。どうか。血のついたナイフ持って、こうやってんすよ。うん。そうなると話変わるね。そうですよね。うん、で、俺も来た時にね、うん、ビビってて、もう見た時に。あ、もう見えたんだ。おっとって思った。なんか、うん、もう、鋭利なもの握ってて、うん、あ、こらやばいと思って、うん、事務所中入って、そしたら、あれ血ついてんだよ、つって。うん。なんか暴れてたから、最初。なん、暴れてたんだ。歌も歌ってんだよ。いや、なんちゃらなんちゃらねみたいな、オリジナルのソング立ってて、なんか怖いなと思ってたみたいな。うん、で、綾瀬くん来たらすぐ警察呼ぼうと思ってたんだって言って、うん、警察呼んで、まあ。あ、呼んだんだね。そうそう、その人がね。うん、その後に、僕呼んだ後に。で、まあ、逮捕されたんですけど、うん、血のついたナイフなんですよ、うん。で、もしかしたらなんか小動物かなんか襲ったんじゃないって話してたんですよ、俺らはね。うんうんうん、でも、ね、多分小動物やったら、興奮した時に、この、こういくと思うんですよ。腰下ぐらいにこう刺すみたいな動き。まあまあ、犬とか猫とか、ね。犬とか小動物やから、うんうん。でもこうやとさ、目線なのよ。うん。血のついたナイフ振り回すの、うんうん。人間言ってるなと思って。うん。ちょっとこれは怖いなーと思ってたら、うん。後から知ったんですけど、人刺してたんです、その人。あいつが？あいつが。人刺した後に、興奮しすぎて、うん。血のついたナイフで、うん。もう興奮冷めやらないから、ずっとその時、その人刺した動きをずっとやってたんですよ、こうやって。あ、じゃあ、その、リプレイしてんの？そう。自分で。すごいね、その。めっちゃ怖くって。残ってんのかな？なんか感覚とかが。残ってんだと思いますよ、ね、僕は。だから何回かやってんだろうな、うん。あの時にだから声かけてたらマジで。そうね。刺したんじゃないかなって。声かける言葉もねえけど。まあまあ、うん。マジですかとかね。っていうちょっとね、近代一レベルとは言わないけれども、いろいろなちょっと僕の東京出てきてから身の回りで起きた事件簿、いろいろご紹介させていただきました。でもこれ以上のこと実はまだまだ起きてるんですけど、はいはい、YouTube でできるかどうかは相談してやります。まあまあまあ、はい。ものによりますね。そうですね。まあ、うん、今後とも何かあったらですね、こちらでご紹介させていただきますので、はいはい、今回の事件簿は以上です。ということで、うん、我々ですね、あのサブチャンネルもやっておりまして、そちらはとしみな T チャンネルという、まあ、ラジオ形式みたいな感じでやってるやつなんで、はい、こっちも、チャンネル登録お願いいたします、はい、お願いいたします。でですね、まあ、1億人突破しましたら、はい、あの金田一社の事件簿を書いてる佐藤文也先生にですね、うん、ちょっとあの漫画化してもらおうかなと思って。ああ、はい、あれだもんね、金田一も一巻で何個かの事件起きたりするから、うん、そうそうそう、今の全部組み込めんじゃん。早瀬一の事件簿。いや、はい、お前はでも解いてないから、謎。じっちゃんとかそういうんじゃねえし、何も書けなくてっていう。ちょっとね、はい、あんまりいい漫画にはならない。犯人はこの中にいる
っていうあのコマーシャルの時まあ1億人突破したらいいと思う、はいはい、出して売れなくていいから別に友坂里江歌ったってうんそうね坂友英樹でやってもらってそう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 ドラマ版でしたっけいいやそんなとこあそっかそっかはい以上です、はい、ありがとうございました。